えー、今日もですね、うん、YouTube の読者さんよりご質問頂い,いております、えー、ワックスフューチャーって実際効果どうなんですかっていう素朴な疑問頂い,いておりますので、はい、こちらについて教えてくださいはいじゃあお願いしますお願いしますあの実際いいと思いますよあのー、1>, あ1個ワックスフューチャーわからない方もいらっしゃるんであ,あのーはい、そのアイロンみたいに、はい、えっと時間につけるんじゃなくてはい<で>、はい 板があった場合に離したところから熱を加えていくっていう、はい、要はあのこたつみたいな赤外線で、はい、温めていくっていうほほ、はい、ほうほううそういう機械があるってことです,そうですね。はいあの えっとまあやり方によっては滑走、えー、面の種類ややり方によってはあのー、まあよく入るかなと思います。うんうんあのー、それはもう本当にあのー、お金を出してやってもらわなくちゃいけないので、はい。あのー、ワックスフューチャーがいいという人とあとサーモンみたいな、はい。あのー、サーモンワックスっていうかその、えー、ど,どちらかというとそのお風呂みたいなところに、はい。 えっとまあ板をあのワックスを入れた板を置いて、はい、えー、45度から50度ぐらいの温度でこう、はい、2>, 2時間ぐらい、はい、その温めておくと、はい,は,いはい、ちゆっくり入っていくと、うんいう方法がいいのか、もち,もちろんワックスフューチャーの方が早いと思います。あのワックスが入るの。その分リスクが若干あるのは、はい、その滑走面がそれほど。 いい滑走面じゃなくて柔らかい滑走面だったらあの下手すればその感覚とか熱の具合によっては溶ける場合もあるので上手なとととこころにやっていいいいただくっていうことはいると思いますうん、うん、でそれがいらないのがその温度設定だけうまくしとけばいいというのがサーモンうん、うん、サーモンの場合は2時間ぐらいかかったりとかするので1回につき、はい、まあその場合はまあ時間がかかるというのとでもまあそこまで時間に焦って見えないと思うので皆さん。 リスクをしょうがないってことであればその今のサーモンワックスの方がいいかなというふうに思いますね。あともう一個そのサーモでもあのあのバキュームみたいなやつがあってはいあのそれを短時間であの入れてしまうってやつもあるんですけどはい、はい、これもそうですねあの板の種類とかによっては、はい、そのはぜてしまうっていうか板がこう壊れてしまう場合があるのでそれはよくその えー、知ったところそうちゃんと技術のあるところに出した方がいいのかなというう思いますまあ,あーサーモンサーモが一番安全は安全だと思いますね。と思います。まあやっぱりこう皆さんワックスが手間になってしまったりとかするケースとか、うん、なかなかご自宅でかけられないケースもあるんでワックスフューチャーだったりとかサーモンを利用するのは全然板にとってはよかったりとか滑り上でいいってことですかね,すね、あのー、一番最初ののの段階のワックス処理っていうのが 新ー、まあ、ドベースだと前も話したようにその、えー、と今の,そのポリエチレンに隙間がいっぱい空いてるとそこに染み込ませていく方法として、えー、とサーモがあったりワックスフューチャーがあったり V サーモがあったり、はい、でいろんな方法があると思うんですよね。もちろんご自分でやるアイロンであったり、はい、でその時にアイロンでやる場合っていうのはあのできるだけその染み込みやすいやらかいワックスを入れていくわけですね。まあはい、例えばスペルトした場合に 温度の高い時に使うワックスを中に染み込ませていくパターンが多くてサーモ専用のワックスがあったりとかいろいろあるんですけどそれはお店の人と話しながらあのどれを入れるかっていうのをだか,だから結局染み込ませることをたくさんまあ飽和状態っていうか中まで染みてしまう、まあ、あのところまでやって。 っていうのをみんなレースやってるとかっってていうのがやってるわけですよねはい、はい、であの滑走面があの乾燥しないようにみたいなうん、うん、という状態を作っていくのにその今のサーモンイサーモンワックスフューチャーあとご自分のホットワックス処理っていうのが、うん、だからホットワックス処理に関してはご自分でやる場合はよくあの夏の時夏から入れていくみたいなことを、はい、あのレーサーがやってますけどそれはもう本当に。あのうん、うん あのその一発で入れない限りは何回もやっぱりこう染み込ませていくっていうことを重ねていくと、はい、上からこうプレスしていくっていう上からどん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 染み込ませていくっていうことをやっていくことが、はい、あのもうシーズンオフとかにやっておくといいというのがそういうことでそれを手間を省く場合はその今のサーモン V サーモンワックスフューチャーみたいなものは。 ある程度、その、まあ、よくなまあ、いいのかなというふうに思いますけど。まあ、でも、ご自分でやっても、本当構わないんですよ。あの、はい、それを楽しみにして、あの、うん、ホットワークスで。ゆっくりゆっくり、あの、柔らかいワークスを染み込ませていくっていうことを。やっていかれてもいいかなと思います。うん、フューチャー自体は、あの、安全に、あの、作動させていただけるところであれば。問題ないと思います。わ、うんうん、かりました。はい、ありがとうございます。 じゃあ皆さん、まあそのシーズン前にやるのが一番いいんですか、時期的には。そうですね、シーズン前にあの板が手に入っていれば、はい、あの行かれる前に何度も入れていくっていう、はい、あ,あの回数によっては本当にええ二十回や三十回入れていく人もいるし、はい、ええもっともっと入れて、である程度そのまあ。 今度やっていこうと思うんですけどここで実際に、はい、あの固めのワックスを入れて今の入ったワックスを塞いでいくような感じで徐々に固めていくっていうこともやっていくしそうするとやっぱり滑走面が酸化しにくいっていうかはい,、はい、いうことも あの一んなので、まあ、最初はもう飽和状態になるまではワックスを入れていくとあの染み込ませていくということがいるのかなと<あ>そのために、はいまあ、ワックスフューチャーとかーその今言ったサーモンとか、はい、V サーモンっていうのは、まあ、効果的なのかなと思いますけどん確かに何か時間とか手間とか考えるとお願いした方がいい部分もあるのかなっていうのはちょっと思いますよね。いいは まあ、それで滑るのがね、どんどんいたら滑れば楽しくなるし、上手くもなるし。そうですね。うん,う,んうん、うん、うん。いいのかなっていう。感じさっきもお話があった中で、えっ、ー、と、二泊三日とか。行かれる場合に、はい、そう、ワックスがたくさん入ってる方が。確かに。えっ、ー、と、ブラッシングだけでもまた走りますよね。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。あの、ワックスが、あの、入ってますから、中には。い、はい、はい。ということを考えれば、あの、いかに、その、ワックス処理をうまくしておけば。染み込ましておけばいいっていうことが。 あのー、だ,んだん滑ってかれると分かると思います。はい。その状態にしとくのが大事ですね。すねはい、なるほど、勉強になりました。はい。ありがとうございます。じゃお願いします。いつも YouTube チャンネルあの見ていただきましてありがとうございます。皆さんの中でそのスノーボードスキーの板でえー、っとまあ維持の仕方メンテナンスの仕方でわ、えー、からないことがありましたら、えー、YouTube チャンネルのコメント欄の方にですねどんどん質問の方をよろしくお願いします。 スノーボードへの疑問を YouTube で回答します滑り方で聞きたいこと道具の選び方で聞きたいこと道具のメンテナンス方法で聞きたいこと体作りで聞きたいことなど何でもお気軽にどしどしご質問ください YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします随時動画やコメントで回答させていただきます今後も定期的に動画をアップしていくので是非チャンネル登録を必ずお願いします